皆さんこんにちは、あずさです。今回私は羽衣駅に来ています。今回は今から南海高篠浜線に乗っていきたいと思います。高篠浜線は大阪府高石市の羽衣駅と高篠浜駅を結ぶ路線です。高篠浜線は路線距離が 1.5 キロととても短く、駅数は紀州天駅を含めると3駅しかありません。また全線電化されていて、すれ違いができない単線路線です。そのため全列車が各駅に停車し、高篠浜線内での列車交換は不可能となっています。またこの駅は高篠浜線の起点駅で、高篠浜駅は基本的に3番線から発車しますが、1日数本が2番線から発車します。それでは3番線ホームへ行ってみましょう。3番乗り場に電車が到着します。危険ですから黄色の展示タイルまでお下がりください。高篠浜線は日露戦争時に現在の高石市、高篠浜及び千代田の沿岸部に約43ヘクタールのロシア捕虜収容所が建設されました。講和後、しばらくは陸軍が宿舎として使用していましたが、大正中期に宿舎跡地を利用した住宅地開発に伴い敷設されました。南海高篠浜線は1918年南海鉄道により羽衣キャラバシ間が開業し、翌年に全線開通しました。1944年に関西急行鉄道と合併し近鉄の駅になりました。その後、旧南海鉄道の路線が南海電気鉄道に分離譲渡され、南海高篠浜線になりました。1970年にキャラバシ高篠浜間が高架化され、2001年にワンマン運転が開始されました。2006年に高篠浜線初のラッピング電車が2年間運転され、2021年に羽衣駅の高架化工事のため2024年まで休止します。では今からこの列車で高篠浜駅に向かいます。先ほど説明したように、鉄道の一定区間を高架化または地下化にし、その一定区間内にある複数の踏切を廃止して撤去する連続立体交差事業を進めています。高石市内を南北に走る南海本線は、地域住民の日常生活をはじめ泉州地域の発展に大きく関与している主要な交通機関です。高石市の最近の地域交通の混雑は著しく、特に踏切が東西間の交通渋滞や市街地分断など、市内の都市機能や健全な街の発展を阻害して、市民生活に大きな影響を及ぼしています。南海電鉄では大阪府が事業主体となり、大阪府と高石市とともに南海本線、高篠浜線連続立体交差事業に取り組んでいて、2021年5月22日の始発から上り線を高架に切り替えました。高篠浜線は羽衣駅、キャラバシ駅間の約 1km において高架化工事を進めています。高篠浜線は高架化工事の工期短縮や早期の踏切撤去を目的に、5月22日から約3年間にわたり運行を取りやめにしますが、取りやめる代わりに代行バスが運転されます。代行バスは羽衣駅から高篠浜駅間で運行し、途中キャラバシ北駅とキャラバシ南駅を設けています。羽衣駅には代行バス乗り換え専用改札口と代行バス専用降車場が設置されています。羽衣駅キャラバシ北間のうち、南海本線沿いの区間は高架脇に暫定的に設けられたバス専用道路を走行します。また代行キャラバシ駅は不動栄阪南線、代行高篠浜駅は府立臨海スポーツセンター敷地内に設けられるため、鉄道駅からは少し離れた位置になります。代行バスは羽衣駅、高篠浜駅間を往復する線内折り返しが基本ですが、平日朝ラッシュ時には羽衣方面に限り、キャラバシ北始発の区間便も追加されます。運行本数は高篠浜線の本数と同じく、日中はおおむね1時間に3、4本の運行で、朝夕ラッシュ時には増便が行われます。終点の高篠浜駅が見えてきました。ここが南海高篠浜線の終点です。羽衣駅からの所要時間は5分もかかりません。終点の高篠浜駅は法務庁が4両分ほどある単式ホームがあり、ホームの端より手前には車止めが設置されているため、列車はだいたいホームの中央部に停車します。また将来の1面2線化に対応した設計になっていますが、当面予定はありません。またこのホームの真下には地上線時代のホームが撤去されずに残っています。それでは階段を降りて改札口に向かいます。駅舎正面入口上部にはステンドグラスがはめられています。これはもともと高篠浜線高架化時に解体される予定でしたが、地元の熱意によりそのまま残されていました。
ですが一部がひび割れている箇所もあり、今後風などで損傷がひどくなる恐れもあることから、高石市が駅開業100周年を機に取り外して保存活用したいと南海電鉄に申し出、2020年3月に南海電鉄から高石市に寄贈されました。私は今から歩いて次のキャラバシ駅を目指します。線路に沿って歩いていると隣のキャラバシ駅が見えてきます。高篠浜から先ほどの電車が折り返してきました。この電車で羽衣駅に戻ります。ちなみに現在は高篠浜駅、キャラバシ駅ともに駅前や改札口は封鎖されています。見ることはもうできません。新しい高架ホームから発車する高篠浜線が待ち遠しい反面、地上ホーム時代のホームがなくなるのは悲しいです。これが私のこの区間の最後の乗車でした。今回は3年間運転を取りやめ、代行バス輸送とする南海高篠浜線をご紹介しましたが、いかがでしたか？もしよろしければチャンネル登録をお願いします。またご感想やご要望を下のコメント欄にお寄せください。ご視聴ありがとうございました。